はい、皆さんこんにちは。改めまして神谷隆之と申します。よろしくお願いします。皆さん盛り上がっていく準備はできますか？いきますよ皆さん。はい、ご自身です。 Thank you for the chair。 振り合わない皆さんね、中にはあの作曲をねされた方もこの中にいらっしゃるかと思うんですが、この どんな時にね、あのすごくあの深い、あの私も読ませていただいて深い歌詞が書かれているんですけれども、これどんな時に、まだね23歳でございます、ね、はい、どういった時にこの深い、このなんていうんでしょうか、この失恋の曲が思いついたんでしょうか？そうですね、まあ、失恋の曲を聞くことがやっぱ多かったんで、ちょっともうなんかもうがっつり失恋の曲を書きたいなって思って、それであの、まあ、人生経験もいろいろ生かしながら、友達の話も聞きながら、できるだけシンプルに、シンプルな言葉で皆さんに伝わるようにと思って書きました。これあの歌にしてしまうとですね、もしかしたら皆さん聞き慣れてるかもしれないんですが、しっかりとね歌詞をまあ読むというか聞くというか、こうすることによってまた別のね曲の楽しみ方が あると私は思っておりますので、また何かの機会がありましたらね、まあ、あの今日の神崎さんの曲も含めてじっくりとね歌詞を一回読んでみるというのも、もしかしたら面白いことが発見されるかもしれませんので、ぜひそのあたりでもこの音楽を楽しんでいただければと思います。神崎隆之さんでございました。皆様にもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。